今日はマジックショー本番の日ですね。車で朝食食べたいと思います。これね、プロ野球ランチパック、もう今日開幕ですからプロ野球。ほら、そのハムカツ、まあ、ハムを食うのは良くないかもしれないですけど、縁起でもない、僕ファイターズファンですから。しかも山崎ですから。食後のアポロや。カモン。おいしい。アポロの CM 来ねえかな。これから貝塚にある高齢者施設さんにお邪魔します。始まるよ。昨日はありがとうございました。ありがとうございます。行きますよ。お邪魔します。お邪魔します。よろしくお願いします。はい、どなたかにコーラかオレンジジュースどっちか好きな方を言ってほしいんですけど、なんと言ったやつが入ってます。コーラ。あ、コーラにします。コーラしか飲まない。あ、コーラしか飲まないですね。もし後で詳しく聞いてもいいですか、それ。コーラしか飲まない。はい、いいでしょう。コーラが入ってたら拍手です。え、まだです。で、ほら、コーラが。あ、でもなんか似たよ。え、なになになに、怪しい。コーラですよね。あ、何ですか、あれ何ですか。あれって何ですか。絶対コーラですから。これオレンジジュースに変えますからね。これコーラですよ。オレンジジュースに変えます。つまりあって何でしょう。なんか分かったんですか。じゃあ元に戻し、あのオレンジ変えます。あほら、いきますよ。ほら、オレンジ。すごい。ほら、すごいじゃないですか。そうだよ、バレたよ、バレたよ、これね。これ横から見たからバレるんですよ。一応種化しますか。あの、こうなってます。これ頑張って作ったらいきます。で、筒、何でもいいんですけど、筒はコーラって言われたらコーラの方を見せて、オレンジって言われたらオレンジを見せるだけです。ただこのマジック、たまに意地悪な方がいまして、ビール飲みたいって方がいるんですよ。ビールは飲めないから。飲めないですよね、コーラしか飲めないですもんね。ビールって言われたら逆に回すんです。そしたらちゃんとビールになっちゃう。すごい。ほら、ビールになりました。これ冷たいですから。ビール飲まないでください。飲まないでください。ありがとうございます。じゃあ次もちょっと種明かししますか。これをちょっと大きくします。そこに何も入ってない紙袋があります。この中に350入れます。なんとおまじないかけると、うわ、すげえ。ほら、ちょっと大きくなります。種分かりました。もう一回入ってんじゃないのって思うじゃないですか。これ、しっかり入ってるのよ。簡単だよね。同じ飲み物でサイズ違うのを入れとけばできます。おさらいします。こっちが500、こっちが何個ですか。350。この2つがあればこのマジックできますので、ぜひ皆さんは。あれ、決まりましたね。同じサイズなんですよ、結局。ってことはこの中ちょっと気になりません？なんかこっそり入れたんじゃないのと、すり替えたんじゃないのって言われるので、なんか見せますか。中はこれ
特に何もないです。すごい。何もないです。え、何もないですよ。何もないですよね。あ、待って、なんかありますよ。なんかありますよ、ほら。なんかよくわかんない箱出てきますよ。もうないですよ。もう何も。もう何もないですからね。あ、今のでおまじないかかりました。すごい、なんで。うわ、次もう一個出します。何色がいいかな。青にしますか。楽しみ。発祥庵さん、僕何が来るか分かってないんで、そのエビが多いとしか分かってないんで。